Hey, thank you so much for checking out Chris's room. ようこそクリスの部屋へ。このビデオは質問コーナーで、この質問を答えます。ワークプログラムをやってるんですが、好きなこと、趣味はたくさんあるんですが、音楽、料理、話すこと、登山、洋服など。それがイコール仕事ってのにつなげると、今度はプライベートが充実しなくなるんですよね。土日休みではないし、連休がなくなる。それだとプライベートバランスが崩れるじゃないですか。なかなか難しいです。Alright, so this is my take. 僕のテイクは、自分のビジョンがあるでしょう。自分のビジョンはプライベートではないんです。プライベートと感じるかもしれないんだけど、ビジョンをやるっていうこととプライベートは違います。例えば、私の場合はこのビジョンプログラムを作る、ね、セミナーをやる、誰かのためになるっていうのは私のビジョンなんです。でもちろんプライベートの時間を削ってやるかって言ったらやるよ。でも僕プライベートは違うことをやってるんですよ。例えば映画を見に行ったりね、ショッピング行く時もあるし、山登りする時もあるし、どっか湖に入ってキャンピングしたりとか旅行行ったりとかね。でそのプライベートが僕仕事じゃないでしょ。プライベートはプライベートで別なものなんだよ。で自分のビジョンっていうのはもちろんね、世間の目線から言うと仕事って思われるかもしれないけど、実際にやってる人たちはもう仕事以上なものだと考えてると思うんだよね。本当に自分のビジョンだから、もう生まれてきた理由っていうとちょっと変なんだけど、自分のミッションっていうか、このために僕はいるんだみたいな感じの考え方なんだよね。だからちょっとこれね、説明難しいかもしれないんだけど、自分のビジョンが見つかってくるよね。でそのワークはプライベートではないんですよ。だから自分のプライベートだけやってるっていうのは自分のためでしょう。でもビジョンをやるのは自分だけじゃないんだよね。他の人のためっていうのも入っているんですよ、right? ね、自分売り手よし買い手よし世間よしっていう三方よしっていう言葉があるでしょ。まさにウィンウィンなんだけど、もう江戸時代からの言葉だよね、三方よし。だ自分にもいい、で相手にもすごい、で世間にもいいっていう考え方なんだよ。でプライベートっていうのは自分にいいんだよね。俺が映画見に行ったら、ね、相手にいいかって言って誰が相手なのっていう話なんだよ。その映画作った人は三方よしで、自分が作るのも楽しい、映画作るのも楽しい、で見るクリスも楽しい、でそれでみんながニコニコして幸せになって、でそのお金の売り上げも出てきて税金が入ってきて、でその税金のおかげで病院を建てるとかね、そういう世間も良くなるっていう面はあるけど、僕が映画見に行くからね、誰かが良くなるかって言ってそうでもないんだよ。それは自分のためなんだよ。でプライベートはもっと自分のためっていう感じで、でも自分のビジョンはこの三方よし、自分もいいし相手もいい。だからこのビジョンをやっていると、ワクワクして本当にやりたいことをやっていると、で深いところに行くとね、プライベートがなくなるっていうことはないと思います。 Alright, so I hope that answers your question. Anyways, if you need clarification, もっとちょっと説明が必要だったら教えてください。All right. Thank you so much. ごめんね、ちょっとこの返事ビデオ作るの時間かかっちゃって申し訳ございません。 All right. Thank you so much for checking out the video. And if you have any questions, please send it to @LINE にできれば送ってください。 Or コメントでも OK です。 I'll see you in the next video.